林業師専門に作る蔵になっております。それからこの右手の奥に2棟あります。この奥ですね、それがですね、1棟が純米とか本醸造を専門に作る蔵、もう1棟が一般の収支を作る蔵という具合に、それぞれお酒の種類によって蔵を分けて作るようにしております。なぜそのようなことをするかと言いますとですね、酒造りにはですね、必要な菌というのが2つあります。その一つは皆さんご存知のように、お米を蒸して袋に入れて、作る米麹菌ですね。それからもう一つ必要なものがあります。酵母菌というのが必要になっています。この酵母菌は、蔵にくっついている酵母菌、今日本にはですね、約400ぐらいの酵母菌の種類があるそうです。その中からたった1種類だけを抜粋して発酵させるようにしております。吟醸酒の作る時の酵母菌となりますと、香りのよく出る酵母菌1種類だけを純粋培養して発酵させるようにしております。純米また本醸と普通酒、それぞれまた違った酵母菌を採取して発酵させるようにしております。一つの建物でいろんなものを作るとなりますと、他の酵母菌も入ってその お酒の特色が出なくなるということで、当工場におきましては蔵を分けて作るようにしております。さて、昔からですね、蔵の中というのは禁制事が2つあります。その1つはですね、ある食べ物は食べた人は入れないよという食べ物があります。わかりますか、どういう食べ物だか。関東の人は朝よく食べる食べ物、そうですね、朝どんどんと納豆を食べて来られた方、ちょっと手を挙げてください。後で何か商品が出るかもしれません。誰も納豆を食べた方はおいでにならない。じゃあ今日安心して、これだけ入ることができます。納豆だけは今もってご法度になっております。納豆朝食べてですね、口と手をゆすいだぐらいでは必ず納豆菌がどこかについております。この状態で麹風呂に入りますと、一晩で麹を全滅させてしまうということで、今もって納豆だけはご法度になっております。仮に納豆を食べたビーグングルとどうするかというと、すぐお風呂に入って手足を消毒して衣類を変えて、それから麹風呂に入りにしております。たまにはですね、こういった工場見学の時に、朝納豆食べてきたというお客さんが必ず何人かいらっしゃいます。そういう場合は一言ご注意申し上げて、いつも蔵の中に入ることになっています。全員その方たちを監視して、そして何か気分には触らないようにという、ご注意申し上げて、入ることになっておりますが、今日は誰もいないということで安心して蔵の中に入ることができます。さて、納豆はこれは今もって、厳密にその禁物、禁制品として守られております。あるもう一つのことは、昔が30年ほど前まではですね、厳密に守られておりました。何だか分かりますか。蔵の中は女人禁制ということになっております。ですから、もし30年ほど前、この工場見学が実施されていたといたしますと、女性の方は全員お断りしていたはずであります。なぜ女人禁制かと言いますとですね、今全員で拝礼いたしました松の神様、女の神様がちょっと入っておりまして、同性が蔵の中に入ると松の神が焼き餅を焼いて酒造りがうまくできなくなるということで女人禁制。残念ながらこの女人禁制、近頃では、蔵の中もですね、女の人がどしどし入ってきて酒造りするような時代になってきました。当工場におきましても、今年の新入社員は女性の方が1人入っております。ということで、女人禁制は作られてしまいましたが、そういう意味におきましても、その神様もだいぶ現代的に物分かりのいい神様に変身したのではないかなと思います。私のおばあさんもですね、一度もこちらから中に入ることなく一生を終えてます。そのくらい昔はですね、女人禁制、厳密に守られておりました。ちょっと話が前後いたしますが、納豆も今もって禁制品になっております。ですから私は納豆今まで一度も食べたことありません。ですから、死ぬまでに一度食べてみたいなと思います。さて、そういうわけで今日は誰も
いないということで安心です。さあどうぞ。さて、工人にはですね、3つの力というものがあります。その1つを利用したのが酒造りと言われております。ではどんな力があるかと言いますと、まずですね、タンパク質を分解してアミノ酸を作ってくれる。これはですね、人間が生きていくに必要なその必須アミノ酸を作ってくれるんですね。それからもう一つ、でんぷんを分解して、よろしいですか。はいはい、でんぷんを分解して、糖質に変えてくれる。そのところを酒造りが利用しております。でもう一つその力があります。今日も女性の方は3分の1ぐらいおられますので、声を大にしています。脂肪を分解します。ですから、ダイエットにもなります。さて、これをですね、毎日食べ続けるとですね、大変健康になると言われております。どのように、健康になるかと言いますとですね、まず お腹の調子が良くなります。成長作用がありますね。それからですね、善玉のコレステロールを大変増やしてくれますので、まあ、張りのある血管を作ってくれます。ということで、まあ、心筋梗塞とか、まあ、動脈硬化とかいう、まあ、成人病の予防にもなるとも言われております。いいですか。一気に中に入れてください。どうですか。口の中に入れると何となく甘く感じないでしょうか。そのままの状態で6時間口の中に入れておいてください。さて、6時間後口の中で何ができるかというと、甘い甘酒ができます。ね、昔あの甘酒というと麹で作った甘酒をご存知だと思います。まあ、麹でもって、まあ、甘酒を作る、まあ、口の中に今入れて6時間後、ね、口の中で甘酒ができる。じゃあ出来上がった甘酒どうするかというと、今度は蔵の中に入って天井に向かって大きな口を開けて約2週間そのままの状態でこうしていると上から酵母菌がパラ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 と落ちてきて口の中に入ると発酵が始まります。その後そこで飲み込んじゃいけないんですね。さらに、そこから約1ヶ月間じっとしていると口の中でいいもろみが出来上がるという感じになります。酒造りを簡単に言います。米麹でもって甘い甘酒を作ります。その中に酵母菌というのが入りますと、酵母菌甘酒の糖分を餌として食べてきます。でどんどん食べてきますと、だんだん甘酒の糖分が減っていきます。その代わり酵母菌甘酒の糖分を食べてお腹いっぱいになります。そうすると作り出すものがあります。これが皆さん大好きな辛いアルコールなんです。ですから100% 甘かった甘酒も酵母菌が入って、酵母菌が甘酒の糖分を食べていく。どんどん食べていくと甘酒の糖分が減って甘くなくなってくる。その分今度は逆に辛いアルコールを少しずつ増やしていってくれる。30日が経ちますと、まあ、糖分がほどほどに残って辛いアルコールばっかりになったところで絞るとちょうどいい甘さ辛さのお酒が出来上がる。辛口のお酒というのはさらにどんどん食べさせていって糖分をうんと少なくさせちゃっておいて、辛いアルコールばっかりになったところで絞ると辛口のお酒になります。ですから30日口の中じっとしているよりもっと辛くしたいなと思ったら、さらにもう1週間ぐらいね、頑張って口の中に入れると辛口のもろみが出来上がるという感じになりますね。さて、もろみが出来上がると今度はすごいことですが、大緊張は絞らないと言いましたが、通常のもろみは絞ります。ロングが入っていますね。その中にもろみが入って6月にもろみがこされて出てくる。出てきたのが透明な山吹色した一体、このお酒の新酒ですねが流れてきます。で、盤の中に残ったのが酒粕になります。盤を離すと粕が下に落ちるという感じになっております。出来上がった新酒はですね、表のタンクの方に持ってきまして約1年ぐらい熟成させて、それから瓶に出荷という感じになります。さて、絞られたお酒、その時点において名前がつきます。先ほどから言っているように新酒という名前に、が付けられますね。この新酒という名前はいつまで新酒という名前で販売することができるかというと、絞ってから半年間は新酒という名前で、売ることができます。3月頃絞ったお酒もですね、9月いっぱいまでは新酒という名前で売ることができます。
ですがもう夏も越しておりますので、それ以降はですね、この名前が品種の名前が外れてきて名前が変わってきます。冷やころしという名前に変わってきます。で、タンクの中に熟成されて約1年経ったお酒を何て言うかというと、今度はまたその名前が変わってきます。古い酒、古酒という名前に変わってきます。日本酒は昔から古酒の間に出荷されて消費されてしまう、そういうサイクルでやっております。残念ながら古酒の間では売り切れなかったと、絞ってからもう2年経ってしまったと。2年目のお酒を何て言うかというと、古いが2個くっつきます。古い酒、古酒という名前に変わっていきます。残念ながら古酒の間でも売り切れなかったと、もう絞ってから3年経ってしまったと。3年目のお酒を何て言うかというと、古いが3つでは言いづらいしイメージも悪いというので、今では非常に耳障りのいい長期熟成酒という名前に変わってきますさて、当法人におきましては米焼酎も作っております。米焼酎は出来上がった清酒をですね、これ真ん中の機械、蒸留機です。この中に入れて蒸留いたしますと米焼酎の原酒が取れます。清酒の原酒は大体20度ぐらいが限界と言われております。と言いますのは、そのアルコールを作り出す酵母菌、自分で作ったアルコールが20度ぐらいまで高まってくると、そのアルコールによって殺菌されて死んでしまいます。ですから日本酒の限界は大体20度ぐらいのアルコール数ですね。そういった20度ぐらいのアルコール数のものをこの蒸留機の中に入れて蒸留いたしますと、大体50度ぐらいの米焼酎の原酒が取れます。米焼酎の原酒も表のタンクに持ってきまして、今度は2年から3年熟成させて、それから瓶に出荷という順番になります。さて、蒸留いた最初の30分ぐらいですね、非常に高いアルコールが取れます。70度というアルコールが取れます。それがだんだん時間が経つとともに50度、20度、最後アルコールが取れなくなったところで蒸留をストップ、平均すると50度ぐらいのアルコールが取れます。これも表のタンクの方に持ってきます。さて、今日も70度ありますか。あとでですね、記者会の時に皆さん方に70度、一番高いところの米焼酎の原酒、70度も飲んでもらおうかなと思っております。この70度、口に入れた瞬間に甘く感じる方、何人かいると思います。そういう方は自信を持っています。紛れもない大酒です。さて、今度反対側の少しの方に行きたいと思います。さて、絞られた、絞るまで30日ぐらい、1本タンクで、ね、仕込み上げて30日ぐらいかかると言いました。タンクが30本ありますと、毎日仕込んでいって、31日目のタンクは絞って、空にしてしまう。空になったタンクはすぐ消毒洗浄して、また次に仕込むという感じでやっております。こちらのタンク、1日1回絞りますとですね、大体1升瓶で、原酒に、7000本ぐらいのものが取れます。隣の発酵室なんですが、そちらの隣の部屋のタンクは、この約3倍か4倍ぐらいの負担がありますので、1日1回絞りますと、約2万本分ぐらいの原酒が出てきます。さて、こちらの建物は、先ほどの最初見た古い城と違って、土蔵造りという感じには作っておりません。蔵の第一条件はですね、外気の温度変化に中が左右されないような建物の構造ということで、冷蔵庫と同じような構造になっております。先に言っておきます。周りにちょっと黄色いものが吹きつけてありますが、これは決してアスベストではありません。断熱材を吹きつけてあります。これは床にも入っております。ですから、真夏は風が吹きつけておくとですね、空が乾いていても、なんとなくやっぱりいつも気になってきたという感じになります。そして、よくあるところの中で、じゃあ、シトミンタってどこで歌うんですかという質問があります。シトミンタというのはですね、昔は時計がありませんでしたので、歌を歌うことによって時を計ったと言われております。ですから、一番長いシトミンタになりますと、30番ぐらいまであります。代表的な、皆さんがイメージするシトミン歌となりますとですね、もろみをかき混ぜる時の歌などもありますが、シトミン歌は作業歌ですので、米を洗う時の歌だとか、仕込みが小さい時の歌だとか、本仕込み時の歌だとか、いろいろあります。で、酒造りには日本では約30ぐらいの流派があります。一番大きいのが岩手の南部流、2番目が新潟の越後流という具合に、その地方地方によってその当時作る集団の流派がいろいろあります。
ですから仕込み歌はそれぞれその流派によって、その内容も違うし、またその何て言うんですか方言も入ってますので、それぞれ、その歌を聴くだけで、あ、これはどこの集団酒造り集団だなというのが分かったそうです。まあ、今はですね、大体どこ日本どこ行っても共通語で分かるような仕込み歌になっておりますが、まあ一番代表的な仕込み歌、このタンクの上に登りまして、マンホールの真ん中にあります。で、蔵人によるその排出機棒でもってもろみをかき混ぜる、その時に歌を歌いながらかき混ぜた。で、もろみの状態を見て、この状態だと何番まで歌えば大体混ざるだろうということで、何番まで歌えよと言ってこう指示を出して、やらせたそうです。30番まで歌ってもまだ今までなかった場合は10番から戻ってあと何番歌うというふうにやったそうです。今日もですね、キラキラの一番最後に、歌詞カードを配りますので全員で仕込み歌を歌って、締めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。一旦表に出ましてですね、今のこれ水の方に行きたいと思います。さて、絞られた清酒の原酒並びに蒸留された米焼酎の原酒は表のタンクで、貯蔵されます。静止の場合は約1年、こちらの小さいタンクですと1年に約2万5千本取れます。で、あちらちょっと大きい方ですとその場合1年に約5万本取れます。毎回言うんですが、できれば1家庭でこの小さい方のタンク2万5千本のタンク1個お買い上げ願えればですね、親子4人で毎日1升だけ、お届けいたします。そうしますと約38年間は酒には口にしないんではないかなと思います。信じまなぜ大黒さんを掘っているかといいますとですね、昔創業者が井戸さらいした時ですね、中からですね、小さな大黒さんが出てきたんです。ですから、うちの聖樹の守り神が大黒さんになっております。そのちょっと写しをね、あそこに掘ろうかなと思ってやっております。私も掘っておりますで、そのうち龍の鱗も掘る予定でいますので、鱗の時には皆さんに1個ずつ入れてもらおうかなと思っておりますのでよろしくお願いします。のみ1個入れた方はですね、大菓子を作りまして名前を書いて約400年残そうかなと思っておりますのでよろしくお願いします。毎回言うんですが、馬をつなぐ場所があります。馬をお持ちの方、ぜひとも今度は馬でお越しください。馬で来られたお客さんは飲み放題、食べ放題、タダになります。これもう十何年間行っておりましたら、おととしの10月に馬が3頭来ました。そのうち2頭は群馬の伊勢崎から来られました。もちろん乗り手は酔っ払って帰りました。ですが、なぜこれがあるかと言いますと、昔は遠いの4階でやっておりました2馬車引いた方が休憩があったらうちで1杯引っ掛けて飛行機に出かけるということがありましたので、その面影として残しております。うちで一番有名なところで、これだけでもうテレビに4回ぐらい出ております。テレビの取材があったときはこれだけの取材で一切お酒のことは言ってくれませんでした。大体1時間にですね、8000本の速度で出来上がってきます。ですから、お客さんはちょっと今晩晩酌いいやと思って晩酌の手を緩めると、うちは途端に太鼓の山になりますので、休むことなくひたすら飲み続けてほしいなと思います。さて、当工場で出来上がりましたお酒はですね、通常のメーカーさんと違いまして、流通には一歩も流しておりません。もう10年も前になりますが、新聞記者の方が言っておられました。流通に一歩も流してない酒造メーカーは日本でただ1軒、私だけですよというふうに言われて、書きました。ということで、よく言われるのは、流通に一歩もお酒を流さないで、よく生活できますねという質問があります。ですから、うちは大変苦しいです。本当に苦しいんです。で、出来上がったお酒はどこで消費するかといいますと、実は都内に直営の居酒屋清明というのが今16店舗ぐらいあります。そちら1日大体5000人ぐらいのお客様が毎日入っておりますが、それで小さな杯でこう1杯ずつ飲んでいただくか、あるいはここで買いに来てもらうか、またはですね、電話か何かで注文を受け止まれば発送いたします。その3通りしかありません。ですから、こだわりを持って酒造りしようということで頑張ってやっております。今日もたくさんのお酒をいろんなスタイルで出したいと思います。
こういう酒屋もあるんだなということで、認識していただいて楽しんでいただければありがたいかなと思います。ぼちぼち時間が来ましたので、喫茶店の方に行きたいと思います。ありがとうございました。もうここで拍手もらっちゃうと後で早くしなくちゃいけない。